超えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ。泣いたり悩んだりするから人生は美しい。序盤ちょっと自分たちの思うような試合ができなかったんですけど、試合が終わる後半に行くにつれて自分たちらしく泥臭くバスケができたので、この部分は良かったです。自分たちはチャレンジャーっていう気持ちで硬くなりすぎずプレーできるように、モチベーションを下げないようにチームで声かけながら、大会が2つなくなってしまった分、ウインターカップにかける思いは大きかったです。自分去年のウインターカップもキャプテンとして4番来て、じゃあ4番じゃないんですけど出てたんですけど、なかなかチームのためにプレーで支えることができなくて、その分メンタル面はしっかりしようと思って臨んできました。今までThank you.
じゃあまずあれだな、残念な結果ではあったけれども、まあ、出し切ったって先生は思っているので、お疲れ様っていうのが一番気持ちとして大きいです。結果としてな、東京に行けなかったのが残念なんですが、ただね、この状況でやっぱり最初の試合が最後の試合っていう大会で、今回負けたら終わりで、何のためにこうずっと残ってきたのかっていうプレッシャーの中で一戦一戦戦ってきたわけだから、精神的にもこうきつい中で試合したと思いますが、最後まで諦めずに戦い抜いて、しかも最後は5人ね、5人の3年生コートに立って、しかもシュートもちゃんと入れて食らいついて点差を逆に縮めて終わったことは、本当に良かったと思います、はい、で何よりもやっぱりこの学年というかこのチームはレアをキャプテンにして作ってきて本当に良かったなって本当に思う。でキャプテンもまずレアを人に感謝したんです。本当にいいチームを作ってくれたし、毎年毎年最後の試合っていうのは先生はやっぱり考えるところが多いんだけども、今年は特に苦しい状況でずっとやってきたので、本当に感慨深いものだっていうふうに思ってます。3年生はここで一段落についてしまいましたので、これからはまた違った、ね、それぞれの道で頑張らなくちゃいけないなと思いますが、まあ宇宙場バスケットボールでずっとやってきたことができるこれからも頑張る、大学でやる人もいるし、もうこれでバスケットの競技から離れちゃう人もいるかもしれないけども、また何かの形でバスケットに座ってしっかりやってきてください、はい、君らが作ってきた宇宙でバスケットの出演っていうのは本当に大きかったと思うよ、覚えた。みんないいプレーしてた、もちろんミスもしたけどね、でもそれはミスしたことが悪いんじゃなくて、ミスを取り返そうと頑張ったことが本当に先生は心を打たれたので、今、まあ、ゲーム中は、ね、そんなふうには感じなかったけど、ね、終わってみてそういうふうだと思ってますよ。これからも頑張っていってください、はい、1、2年生は伝統をしっかり引き継いで負けない宇宙人を作れるように苦しいと思うよ、はい、1、2年生は、はいはい、生半可なことじゃやっぱり勝てないし、はいはい、それでもしっかりそれを引き継いで、この伝統を繋いでみてください、はいはい、君の心奥底まで響いた周り見ずに一人で聞いた時そこでぼんなり脆さに気づき一目はばからずに涙流して嫌なことから無理やり羽ばたいて飛び出す自分の中で涙を持って違うのに君を追うのに涙を溢れる大きな今までの積み上げてきたことは絶対に無駄じゃないと思うし、今日だけがうまくいかなかった、そういう考え方でまた次のステージに行けたらなと思います。いつも熱胸をめぐる感情は瞳に溢れてくる、いつでも泣きたい時泣けばいい、ありのまま思うまま涙に